アリスメ・アリスミスは19世紀イギリスの女性作曲家。ロンドン王立音楽アカデミーに学び、ウィリアム・スタンデール・ベネットとジョージ・マク・ハーレンに作曲を指示。1867年に結婚し、アリスメ・アリメ・ドーズ・ホワイトとなる。同年11月にロイヤル・フィル・ハーモニー協会の女性性会員に、1884年に王立音楽アカデミーの名誉会員に選ばれる。 これによって自作を演奏してもらえるようになった。スミスは多作家であり、大曲と小曲のいずれも手がけた。スミス作品のうち、4つのピアノ四重奏曲、3つの弦楽四重奏曲、クラリネット・ソナタ、公共曲数曲、いくつかの大規模なカンタータが挙げられる。二重小曲、サツキ・メイ,イングは、最も人気を集めた作品である。 企画曲はやっと最近になって出版されるようになり、演奏可能になった。おそらくは火事に加えて音楽上の任務に力を入れようとしたことから消耗して蝶チフスのために亡くなった。1884年12月13日にジ・アサニーヤ・ムガミに掲載された死亡記事によると、彼女の作品は上品さと優雅さ、力強さとエネルギーが際きっている。 形式感が明晰で、学僧は、突飛ピサとは無縁である。彼女は明らかにロマン派よりも古典派に共感を抱いていた。ありがとうございます。